PK の B ユーピーマンです。 PK カッパです。 PK のヤッです。はい、今日はディズニーランドに来ました。すごい久々に来たんですけど、今日は3人で何しますか？何しますか？普通に遊んでもいいんですけど、せっかくディズニーに来たということで1万円企画をしたいと思います。1万円企画って言ってお土産とかグッズとかを買うと多分すぐ行くと思うので、このパーク内のフードの縛りで行きたいと思います。多分3人なら余裕かなって思います。それでは人間チャンネルスタート。はい、それではお腹が空いちゃったのでローランドテラスにやってきました。チキンセット、エッグセット、チーズセットの3つとナゲットで全3270円です。じゃあ食べます。これじゃん。これ私だよ。かわいい。コーラ、あとポテト。うん、いただきます。英語のさ、表記も全部感じて、めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。これもミッキー。はい、どうぞ。お疲れ様でした。これを3つ買います。 410×3 だから今1200円くらい。美味しい。うまい。並ぶ。次ジャングルクルーズ乗ります。すいません、小松菜奈ちゃんですか？はい、そうです。別れるからマジでこの世の中の人たち。あちらに見えるのは森包丁。世界最大級の長だと言われています。とっても大きいでしょ。大変、あの子に発揮したのまで。皆さんもっと驚いて、ポンドさん一緒にポンドポンドはい、遊んでたらね、あっという間に時間経ってんの。で、今もう7時25分なんですけど今このトゥーンタウンのグッドタイムカフェっていうところ、ここでピザとかね、バーガーとかスイーツをいっぱい買いました。これを持って歩きながら食べます。うまそう。こういうウインナーでした。これを私たちは歩きながら食べる。うまい。アポ何食って、アポ覚えてた。もう終わる。お腹いっぱい。また舌噛んだ。痛い。死にそう。ねえ、荷物やばい。服買ったから。ディズニーにディズニーランド。なんか可愛い。開封の前。やばやばい、これ食べれるかな。どうやって食べるのこれ。もう触るしかない。高い。うまい。今日は対抗心が大事だなと思ったので、エルモちゃんのポーチを持ってきています。グロいなこれ。なんかどうですか？ベリーうまい。これ何？なんかレモンの酸味がする。このジュースがあったんですけど、なんかこのカップつけるとこれ300円くらいなのに1200円になるから買いました。チーズじゃないよね。これは違うよね。違うよね。さっきさ、聞いて。トイレに入ってさ、便器見たらさ、めっちゃトイレしたくなったの。ドアちゃんと閉まってなくてさ、早くトイレ出そうと思ってさ、でもさ、めっちゃトイレ行きたかったけどさ、こういう格好状態になったらドア開いてさ、見られたの来ちゃうね。すごくない？すごい体勢でご対面したの。おばさんに見られた。
りました。最後のビッグサンダーマウンテンです。はい、まずさ、1日終えて2個しか乗りませんでした。なんか粘土が喋ってるみたいな。粘土が喋ってるみたい。ここ最近で一番ひどい悪口ありがとう。粘土って言われたんだけど。粘土、うん、になってしまいました。なんとですね、僕たち初めての1万円企画、うるさいおっさんが初めての1万円企画900円残して失敗しました。本当に申し訳ありませんでした。